はいどうもこんにちは、秋人です。今分岐点に来てます。あっちがメサ方面、こっちが桜の木の家の方面で、問題はこっち側にレールを伸ばしたはいいものの、未開拓なんですよね。名前何にしようかな。小さいメサの村かな。こっちも一応拠点にするかな。まあちょっと立地次第だけど、開拓して、今資材がね全然何もないんで、開拓に必要なものとかも集めていかなきゃいけないかな。あ、木材いっぱい取ってくればよかったな。まだね、あ、囲われてもない。あ、でもアカシアが生えてますね。一応サバンナ地帯のものだ。あっち方面に道が続いてるっていうのは、レールも敷いてないけど、よし到着。レールも敷いてないけど、あっち方面は多分左手のマップに見えてる東側かな。村人そんなとこで何やってんの。はい、出ておいで。さあ、この村割と苦節用な村だぞ。穴あるしな。これ開拓すんの結構大変っすね。浮いてるし、ここ浮いてるし、ゴーレムいるし。どうしてやるのがいいかな。とりあえず村の中の木を切っていきますか。村の中をできるだけすっきりさせて、そっからねフェンスで囲ったりとか。村人の人数はそんなに多くないな。滅びるのも時間の問題かもしれん。この村はちょっと早急に安全地帯にしやんないと。この辺も村人の活動圏内ですね。畑あるしね。畑あるし、みんな無職だな。あ、でも結構こっち伸びやかだ。伸びやか。ここが端っこか。アカシアの木はいっぱいありますね。ここ珍しく就職してる人がいる。コンモン無人。あ、エメラルド。エメラルドは助かる。声が出ねえ。あー、でこ聖職者さんのうちに家の中草生えとるやん。ここ埋め立てたいな。いや、村人あんな上まで登ってる。ここを削って、ここ削って、村人があんま上の方に行かないようにしたいな。
あ、でも人数、こう見ると結構いるね。思ったよりはいたわ。よかった。さあ、増える。パン送って増えるんだ。そうだ、高さ的にはここに全部合わせたいな。土掘らなきゃ。この辺の土片っ端から掘るかな。あ、それじゃ TNT がいっぱいあるんだ。 TNT も運んでこようか。この山を吹き飛ばしてしまえばだいぶ開拓楽になるんじゃねえの。ここね、ちょっと埋めちゃおうね。ゴーレム上がってこれるか。これで、お、上がってきた。降りなくていい。よし、こんな感じでちょっと埋めていこう。土が全然足りんな。よし、土をどんどん削っていこう。もう寝る時間ですか。俺も寝とく。ベッドがない。お借りします。よし、この辺ごちゃごちゃしてんな。余分なものは省いて、微妙に段差あるのがちょっとめんどくさいんだよな。わからずも石炭を発見。よし、でここは埋めておこう。この辺も削りたいな。削るのキリがない気がする。ここにも小麦がいっぱいありますね。この辺も普通に村人の活動圏内だから、どうしようかな。全然どうするか考えてなかったんだよね。とりあえずここを開拓したいなっていう気持ちはあったんだけど、その場で思いつくやろうと思って適当に来たら何も思いつかん。この辺もあぜ道あるから、
ちょっとこの木切っとこう。よし。フェンスはアカシアで作るかな。ここの奥の木も邪魔だから切っとこう。で埋め立てたいところをどんどん埋め立てていく。この辺もっすね。できるだけここの高さに合わせたい。洞窟も塞いどかんとな。どうしよう。村人めっちゃ登ってんじゃん。どっから登ってんの？どっから登ってそんなとこまで行っちゃってんの？こっちか。こっちから上がっていってんのか。上になんかある。なんもないの。景色がいいだけ。二人もいる。ゴーレムもいる。いやー、景色はいいね。景色はいいけどなー。どうしよう。とりあえず削りたいところ、土はどんどん削っていくか。ちょいちょい前の村に戻って、回復させないと。この村でも牛、とりあえず牛は1頭いるみたいだし、探せば他にもおるわ。よし、ここも封印したいんだが。どう封印すればいいんだ。もうドストレートにこういくか。またこれで不具合があったら考え直そう。よっしょ。この辺の畑もな、せっかくある畑だけど、場所があんまりよろしくない気がする。
この辺は範囲内かな？範囲外かな？あんなとこに穴あるやん。洞窟あるやん。あれ何？入れちゃうタイプの洞窟？ああ、入れますね。奥に続いていますね。お。石炭。があるのは嬉しいが、ちょっとインベントリがいっぱいだな。石炭がいっぱいだよ。いいことだ。丸石も拾って、で、あと上に鉄もあるね。よし、鉄も拾って。めっちゃ石炭取れる。これはラッキー。で、これどこに出るんや。ここはもう見たんで封印します。封印。入り口になってたのはどこだ。この辺か、ここか。ゴーレムさんが入っていったけど。ここは埋めてしまおう。一晩寝て、ベッド借ります。で、さっきの穴を塞ごう。塞ぐには土が足りんな。ちょっと一回チェストを作ろう。モンスターの声がしてますが、まあいいや。チェスト。いらんもんは一旦置いといて、ここも高さ揃えるか。
ってきて山の方を吹き飛ばすのは TNT で吹き飛ばそうかな。こういうとこはね、手掘りじゃないと逆に大穴開いちゃうけど。村人またあんなところで合い引きしてますね。よし、これだいぶ平らになった。こっち側なんよな問題は。ちょっとこのスイカも切るか。スイカカット完了で、ここをここも平らにしていきたい。土のとこはね、ちょっと掘りすぎるぐらいサクサクいけるんだけど、あぜ道とかになってるところがちょっと掘りにくいな。この石の部分は TNT で吹き飛ばす。この辺どう整えようかな。ある程度段差があるのは仕方がないが、できるだけ平らに整えたい。かな、とりあえず。これあぜ道どこまで？ああ、こんなところまで。ここまで村の範囲っぽいっすね。全部取れた。この辺も地味に段差になってるな。ちょっと試しにフェンスを作ってみよう。フェンス、アカシアのフェンスにしよう。よし、いや、こっち方面もな
資材があればさっさとレール引いてしまいたいんだけど、どうしよう、この辺も範囲内か。お前また入ったん？なるほどね、こっから入れちゃうんだ。ちょっと村人出ておいで。牛は出ちゃダメだ、牛は出ちゃダメだ。よし、村人も次回から気をつけるように。さっきの人は牛が大好きなようだから、お肉屋さんにでもなってもらうかな。とりあえずレールを敷いていこうと思ったけど、それも難しいな。どう敷こう。こんな感じ。こんな感じで合ってるんだろうか。いや、ここ削りたいな。あー、サクサク掘れる。で、ここ高さ一緒だから、さっきの登ったところちょっとやり直し。よし、これで OK。まだまだだな。よし、この牛小屋まで。よし、こっち側は OK。 こっち側は OK だが、反対側も同じ感じでいけるかな。同じ感じで、あ、でも、まあ、段差があるのはしゃあないから登るとして、あ、もう夜？よし、こっちはどこまで行けばいいんだ？この村めっちゃ長いな。よし、ではここをまっすぐと。まっすぐでどこまでまっすぐ？あ、でもこの辺までか。
この辺までか。この辺もサクッと整えるかな。山側どうするかが悩みどころだな。こっち側はいいよ。よいしょ。また村人が陣地を主張しだしている。ちょっとフェンスを作りに。作業台が遠い。フェンス。これでこのまんまよいしょ。うわ、ギリギリ、めっちゃギリギリだけど、一応これで囲えたっちゃ囲えたね。問題はこっち側。こっち側なぁ。とりあえずここ村人が、お前さん、あ、村の範囲がね、まだね、この辺も村の範囲なのね。いや、どこまで行く気だよ。ちょっと塞ぐのは、裏口は開けとこう。村人帰ってこんな。まあ夕方になったら帰ってくるだろう。さあ、もう時間が来てますね。いや、この村案外難しい。難しいぞ。まあでも何度かね、開拓していこうと思います。よいしょ。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。